他人の顔は、安倍工房の長編小説。砂の女の次の長編で、失踪三部作の二作目となる。科学研究所の事故によって顔面に醜いやけどを負い、顔を失った男が、成功な仮面を作成し、自己回復のため妻を誘惑しようとする物語。新たな他人の顔をつけることにより、自我と社会、顔と社会、 他人との関係性が考察されている。1964年、雑誌、群像1月号に掲載され、同年9月25日に講談社より、単行本刊行された。1966年7月15日には、安倍自身の脚本で、弟子河原博監督により、映画化された。なお、単行本は書出紙版を大幅に過失、開口し、 約2倍の分量に増加した形のものが刊行された。主に顔や仮面についての哲学的な考察や、終局部が加失された。安倍公房は、他人の顔の主題について、僕はやっと、他人の恐怖を垣間見たばかりのところだとし、僕が、他人との格闘を続け、新しい他人との通路を発見していく探検を、僕の存在自体に関わるテーマであるらしいと述べている。 また、失踪三部作の二作目にあたる他人の顔は失踪戦具症状にある現代を書いたとしている。僕は、高分子科学研究所の液体空気の爆発事故で顔に重度のケロイド反痕を負ってしまった。自分の顔を喪失してしまったために、 所長代理の顔を失い、お前や職場の人間との関係がぎこちないものに変わり、周囲の目を異常に気にするようになってしまった。僕は、成功なプラスチック製の人工皮膚の仮面を作り、誰でもない、他人になりすまし、最大の目的であったお前の誘惑にも、簡単に成功する。しかし、自分という夫がありながら、他人と密通するお前への不信感は募り、 仮面に嫉妬しながらも関係をやめられない自分に苦問していく。僕は仮面を抹殺するためにお前にすべての敬意の手記を読ませるがお前は交際していた。他人が実は僕であったことに気づいていた。お前は自分へのいたわりのために僕が他人を演じているのだと理解していたが僕がお前に恥をかかせるために暴露の手記を読ませたことを知り。 僕への非難や愚弄を指摘した手紙を残して家を出て行った。その絶縁状を読んだ。僕は再び仮面をかぶり空気拳銃を手にしてお前を探して街に出た。お前の実家や友人らの家を巡った。僕は怒りに野獣のような仮面になり銃の安全装置を外して路地に身を潜め近づくお前らしき女の靴音を待ち構えた。 平野秀久は、仮面の作成の過程や、僕の仮面との分裂、対立を描く安倍の筆は、自由かつ聖地で、安倍の力作であることが十分伺えるとし、純粋な自由の消費が、実は性欲だったということについての綿密な考察や、仮面が大量生産されたらという過程から出発し、その社会的な意味を問い詰めることにより、 国家自身が一つの巨大な仮面ではなかろうか、という結論を出されるまでの着想と論理など優れた部分は少なくないと評している。しかしその一方、作品全体としては物足りなかったとし、デンドロカカリアや壁以来ことに擬曲の中で、安倍の文体に常に増されていた、しぶといフモールといったものや、大島表記が持っていた、無意味さや、また、 砂の女が与えてくれたアクチュアリティも感じなかったものであるとも述べている。三島幸夫は近来ほとんど見られなくなった横光理事の傑作機械のような思考実験小説の位置を安倍文学全般に期待しつつ他人の顔は作品として砂の女よりも重要であるとし主題に対する安倍の意図について以下のように解説している。顔は普通所有のものであって 遺伝や様々な要因によって決定されており、整形手術でさえ、顔の持つ決定論的に死を破壊し尽くすことは、できない。しかも顔は自分に属するというよりも半ば以上他人に属しており、他人の目の判断によって、字と他と区別する大切な、表情なのである。つまり我々は、社会とのつながりを、自我と社会という図式で捉えがちであるが、作者は、 この観念の不確かさを実証するために、まず顔と社会という、反素定を置き、しかもその顔を失わせて、自我を底なし沼へ突き落とすことから始めるのだ。この自我の絶対孤独が仮面を作り出すに至る、綿密き、ハマる努力は、あたかも作者の芸術的意欲と面白く符合していて、読者は、作者と共に、こんな難事業に取り組むことを余儀なくされる。 仮面を作るに、通つて、古典的客観的基準というものは存在しないし、たとえ存在しても、何の役にも立たない。第一、純粋自我が、そのようにして、他の表情を生み出すことができるかどうか、論理的な難点が先行するわけである。三島幸夫現代小説の三方向、そして、仮面作成作業は、その問題性を突き詰めれば、 やがて、宇宙の秩序にひびを入れ、自然の歯車を今わはせるような、とてつもない作業で、それは、もつとも、徹底的な、認識による革命であり、この世界にもし一個の完璧な仮面が現れたが、最後、社会秩序の崩壊はつい目の前にある。もちろんこれが、芸術行為が、真に、社会的現実性を帯びることを禁じられている、根本芸人なのであると。 三島は説明しつつ、作中で主人公が仮面の作成と完成途上で芸術的興奮、戦慄的な闘水を語る部分が美しいと評している。また三島は他人の顔と同時期に発表された大江健三郎の個人的な体験と比較しつつ、技術的な面では個人的な体験の方が優れ、大江の苦闘的な文体。 言語のエロスで導かれる文体、誘惑的な半信論的なな文体の方が、安倍の簡素な文体、拒絶的な一神教的な文体よりも、三島の好みであると述べつつも、大江の個人的な体験の方は、副人物像や暗い主題に対して、安易に明るい偽善的なラストをつけてしまったことに、がっかりしたと表し、芸術的な面では、安倍の他人の顔の方が優れていると、 総評している。他人の顔1966年7月15日公開。モノクロスタンダード122分。1966年度キネマ旬報ベスト10の第5位となった。1966年度映画記者会賞ベスト3位、NHK 映画賞ベスト7位、優秀映画鑑賞会ベスト2位に選出。安倍工房の脚本は、 1966年、雑誌、キネマ旬報3月上旬号に掲載され、1986年10月に、総輪社より刊行された、安倍公募映画シナリオ戦に初集他に、映画公開を記念して作られたと思われる、非売品の、東宝シナリオ戦衆、他人の顔もある。映画の脚本は、小説とは異なるラストとなっている。なお、 新橋のビアホール、ミュンヘンでのシーンに、安倍本人や、作曲の竹光徹ら、ゆかりの文化人が出演しているのが、画面から確認できる。音楽を担当した竹光徹は、劇中の、ワルツを、弦楽合奏のための、三つの映画音楽第三曲として、編曲している。ありがとうございます。